はい、今回はセンターの問題、2020年6番の2番の問題を説明します。右に示す繰り返し単位を持つ合成高分子、平均分子量 1.78×10⁴ について元素分析を行ったところ、炭素原子と塩素原子の物質の比は 3.5:1 であったと。この M の値を求めなさい。式量は CH2CHCl は 53.0 で、CH2CHCl は 62.5 を使ってくださいということです。で、まず 3.5:1 だから、この中の C は3つあるな。で、ここ M やから、3M やな。で、ここの中には C が2つやな。で、プラス 2M やな。で、これ対 Cl はここにしかないな。M やな。これが、3.5:1 やから 3.5M は、3M プラス 2M で 1.5M が、3M やから M は、2倍の M やな。あ、これは、2M だなさよな。で、あと次が分子量が 1.78×10⁴ ということやから、これは分子量、53m プラスでな、62.5m が、1.78×10⁴ で、この m と n で連立方程式解いてるけど、n は 2m やから、これ 125m な。ということは、178m が 1.78×10⁴ やから M は100m。 M の値を求めなさいということやから、 M は 100m、 N は 200m ということなんですよね。はい、終わります。